街の伊て男から、テレビドラマ、ジェネラル・ホスピタルからメイクラークは、アメリカ合衆国の女優。フランケンシュタインのフランケンシュタイン博士の、妻マエリザベス役、民衆の敵では、ジェームズ・キャグニー扮する、主人公のガールフレンド役が有名。ペンシルベニア州フィラデルフィアの生まれ。出生名は、バイオレット・メアリー・クロッツ。父親は、シアター・オルガンの演奏者。 クラークは幼い頃からダンスを習い、ボードビルの舞台に立ったり、ナイトクラブに出演するようになった。プロとしてのキャリアはダンサーからで、ニューヨークではバーバラ・スタンウィックと部屋をシェアしていた。続いて、犯罪都市や前述した、フランケンシュタイン、民衆の敵など、ユニバーサルスタジオの映画に多数出演。中でも、民衆の敵で、 ジェームズ・キャグニーから半分に切ったグレープフルーツを顔に押し付けられるシーンは有名で、たびたびパロディ化されている。キャグニーによると、クラークの元夫はこのシーンだけを見るために、タイムズスクエアの24時間上映の劇場に行き、シーンが始まる時間を見計らって劇場に入り、シーンが終わったら出て行く、を繰り返していたという。 民衆の敵ではクレジットに名前はなかったが、同年の、ウォタルー橋では堂々主演を張る。第一次世界大戦中のロンドンで体を売る、コーラスガール役で、リメイク版、哀愁では、ビビアン・リーが演じた。映画も、クラークの演技も共に批評家から好評を得た。1933年、フィリップス・ホームズ運転の車に同乗中、交通事故に遭い。 顎を骨折し顔に切り傷を負う。クラークはホームズを訴えたが、自願した。1940年くらいから脇役に転じる。1950から60年代には、過激王カルウソ、雨に歌えば、モダンミリーに出演しているが、名前はクレジットされていない。映画出演は、ウォーターメロンマンが最後。テレビでは、ジェネラルホスピタル、弁護士、ペリー・メイスン。 バットマンなどに出演。1970年に引退した。私生活では3度結婚した。ファニー・ブライスの弟ルー・ブライス、スティーブンス・バンクロフト、ハーバート・ラングドン。子供はいない。1992年4月29日、ガンによりカリフォルニア州ウッドランド・ヒルズで死亡。81歳だった。遺体はバルハラ記念公園墓地に埋葬されている。 ありがとうございます。